こんにちは、なきです。ディズニーの予約サイトの待合室を攻略したと思ったら大失敗してしまいました。予約開始10分前に待ち時間の目安10分の状態で待機していたら、予約開始時刻の5分前ぐらいから急激に待ち時間が増えて1時間以上待ちになってしまいました。この時の待合室の時間が変化する様子をご紹介します。ディズニー予約の攻略のお役に立てたら幸いです。それではレッツ待合室。うなぎのなぎチャンネル始まるよ。今回は iPad を使用しました。ウェブブラウザーサファリのプライベートブラウズモードを使用しました。事前にブックマークしていたディズニーの予約サイトバケパをタップします。予約サイトが混んでいるため待合室のページになりました。14時33分時点での待ち時間の目安は2分で、サイトにアクセスできる推定時刻は14時36分と表示されています。タブを閉じます。もう一度バケパのブックマークを開きます。プライベートブラウズモードを使用しているので閲覧履歴やクッキーなどが記憶されないので再度待合室が表示されます。これを繰り返すことで待合室の待ち時間を調整できます。14時38分時点での待ち時間の目安は3分で、サイトにアクセスできる推定時刻は14時46分と表示されています。早めに待合室を抜けて予約サイトに入れても、一定時間が経過するとタイムアウトになり再度待合室で並び直すことになります。もう少しギリギリに入れるタイミングを探ってみます。14時48分時点での待ち時間の目安は8分で、サイトにアクセスできる推定時刻は14時57分と表示されています。14時50分時点での待ち時間の目安は10分で、サイトにアクセスできる推定時刻は15時と表示されています。待合室で待つのをやめる人がいたら、サイトにアクセスできる時刻が少し早まると予想して14時50分から10分弱待って15時直前にサイトにアクセスできると予想しました。ただこれが大きな勘違いでした。14時54分時点での待ち時間の目安は11分で、サイトにアクセスできる推定時刻は15時6分と表示されています。あれ？おかしいな。待ち時間がどんどん増えていく。14時56分時点での待ち時間の目安は19分で、サイトにアクセスできる推定時刻は15時15分と表示されています。14時57分時点での待ち時間の目安は1時間以上で、サイトにアクセスできる推定時刻は1時間以上と表示されています。おそらくすでに待合室を抜けた人たちが15時直前に更新を繰り返し、サーバーに負荷が集中したため待ち時間が伸びていったのかなと思いました。まとめます。ディズニーの予約サイトの待合室を攻略したと思ったら大失敗してしまいました。予約開始10分前に待ち時間の目安10分の状態で待機していたら、予約開始時刻の5分前ぐらいから急激に待ち時間が増えて1時間以上待ちになってしまいました。この時の待合室の時間が変化する様子をご紹介しました。早めに待合室を抜けて予約サイト内で待っている必要があったみたいです。でも1時間以上待った後でも実は予約が取れました。この時の予約手順やちょっとしたコツなどを別の動画にまとめているので、よろしければ概要欄のリンク先からご確認ください。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知設定お願いします。